よく晴れた天気になりました。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの5回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のジャイアンツどのあたりに注目されてますか？もちろん先発投手ですよね。はい、積極的に足を使ってくるようなチームですから、とにかくランナーを塁にためないようにしっかりやってもらいたいですね。そうですね、そのあたりのピッチングにも注目です。まずはジャイアンツの先発畑江、マウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか？仕上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか？最初は変化球できました。ボールになります。打ちました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターは菊池。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。さあランナーをどう生かしてくるか。まあキャッチャースローイングが上手いのでランナーは警戒していると思いますね。そうですね。ここはゲッツー体制のままですね。バントには備えませんね。そのようですね。インコース外れてボール。これが4球目。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ、バッターも手を出してくるカウントですから、ライト方向を流しました。これはどうだ。一、二塁間を破る。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターは3番西川。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ打ちました。取った。二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。さあそしてバッターボックスには鈴木が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。引っ張った。これはどうか。レフト前ヒット。サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう？まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあ1塁には追加点のランナー、バッターボックスには松山、そして一塁ランナーは鈴木。まあ、ここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。はい、バット取れない。バッテリーエラー。ボールを拾ってツーアウトランナー二塁。この場面で痛いミスが出ました。いや、こういうミスがね、流れを左右するんですよ。ええー、ランナーが気になってたのかもしれませんね。なるほど、そうですね。真ん中打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。カープ1点追加します。センター前のタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツこれで2点ビハインドとなりました。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。立ち上がりを攻められています。このバッテイ、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、西さん、ちょっと調子を落としているんでしょうか？こういう時はあれこれ考えずに頭の中をシンプルにして打席に立てばいいと思いますね。なるほど、そうですか。次が2球目、ファウルになります。ワンボールワンストライクです。低め外れました。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。
ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。まあそしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので配球には注意が必要ですね。初球打ちファウルになります。ストライクを取ってこれで追い込んだ。このストレートは入りません。さあ4球目は何か。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回カープ見事な攻撃でした。2対0、カープ先制です。変わりまして、西さん、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか？まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよね。しっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよ。その積極性を見せるんでしょうか。カープマウンドに上がるのは先発の所。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。センターのライト鈴木でございます。先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか？そうですね、ピッチャーに関するデータも少ないと思うんで、まず序盤はじっくり見ていきたいですね。どうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。これもファウル。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉川。昨日のゲームはチームに貢献する活躍を見せました。所、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。セカンド取る。ツーアウトになりました。バッターボックス丸。昨日のゲームでホームランを含む猛打賞を記録しています。ツーアウトランナーありません。スライダー決まってストライク。ノーボールツーストライクです。高め外れます。打ちました。ヒットになった。ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。2アウトランナー1塁。バッターは岡本。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。きっちり盗塁を決めてきました。まあリードもいいんですよね。大きく取ってましたね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。はい、外れていきます。バッターの岡本、今シーズン変化球打った。セカンドの左抑えた。一塁アウト。これで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。1回終わって2対0、カープがリードしています。2回表に入ります。カープの攻撃。バッターは注目のルーキー中村。ここのところ当たりが出ていません。さてジャイアンツの先発は畑江。今日が4試合目の登板になります。前回の登板は4イニング投げて自責点7、負けがついています。内への変化球は決まりません。低めの変化球です。ここは厳しいところに決められないと危ないですね。なるほど、そうですか。見逃して三振です。
ワンアウトです。さあバッティングの方はどうか。ところバッターボックスに入ります。今日はピッチングの調子も良さそうですからね、こういう時はバッティングの方も期待できるんじゃないでしょうか。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。初球は何から入ってくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ストライクになります。ノーボール2ストライク。打ちました吉川、アウト2アウト。打順はトップに返って田中、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。組み立てのポイントになってきそうですね。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。さあそして打席には菊池が入っています。さあ追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分、ここは離されないようにしないといけませんね。なるほど。そうですね。打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0カープがリードしています。2回裏に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、打順は5番中島。ジャイアンツビハインドで迎える2回の攻撃です。ミサ、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。高めのボール、これはどうだ。破りました。センター前。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは6番長野。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。空振り。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。高め打ちました。これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。打ちました。セカンド取った。二塁を送ります。二塁はセーフ。セカンドのフィルダースチョイスになりました。さあジャイアンツ得点圏にランナーを置いています。早い段階で点を取られてますから、できるだけ早いうちに返しておきたいですね。そうですよね。まあそして彼はこういった逆境でよく打ってくれる印象がありますから、期待していいんじゃないでしょうか。送りバントだ。あっとフライになった。取ってアウト。送ることはできません。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには炭谷が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。今のうちに1点でも多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。なるほど。そうです。ストレート打った。セカンドが抑えた。二塁へ送球。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。さあ打席には先発の畑へ入ります。まあ、自らを助ける意味でも早めに返していきたいですね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。さあまず1球目、初球から際どいコースをついてきます。インコースの変化球見ています。インコース低め、ストライク。ワンボールツーストライクです。見逃しましたが三振。タイムリーなりませんでした。あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。2回終わって2対0カープがリードしています。宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。センターに抜けました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順は4番。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。
ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、引っ張った。これはどうか。二塁へ。二塁アウト。一塁転送アウト、ダブルプレー。バッターは5番松山。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。カープダブルプレーでランナーなくなりました。2球目打ちました。隅谷が掴んで3アウトです。この回カープ結局3人で攻撃を終えています。2対0カープがリードしています。いるわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。打席には2番バッター吉川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ところ、まずは先頭バッターを打ち取っています。